教会のファサードサンタマリアダル、マル教会は、スペインバルセロナシウタベラクにあるカトリックのバシリカ。カタルーニャゴシック様式を代表する、教会建築である。本堂から内陣を眺めるラリベラモンには事業に、参加したバス対象の姿が刻まれている、現在の学説のいくつかは、サンタマリアダル、マル教会が古代ローマ時代の円形競技場とすなの。 上に建設されたという説を支持している。1005年、初めてサンタマリアダルマルの名が登場する。4年後には、ビラノバドラ、マル地区の教区となった。この地区は、バルセロナを囲む、城壁街にあり、選手や海運商人、ニューケ労働者が暮らしていた。モレラスモンの布石が置かれた都市である1329年が、建設の始まった都市と見られている。 建設に加わったのは建築家、バランゲーダ・モンタグとラモンダ・スプッチである。ここで驚くべき事実がある。教会建設事業において、公安関係者やリベラ地区住民といった教区民だけが建設資材の責任を負うと判断されたことである。同時期に建設されていたサンタ・エウラリア大聖堂が、アラゴン王家や貴族、高位聖職者と深く結びついていたのとは対照的である。 リベラ住民は積極的に建設事業に参加したとみられる。特にバス大所と呼ばれたリベラの二受け労働者たちはムンジュイックの王立採石場や船でバルセロナの浜へ運ばれた巨大な石を一人数とがその背で運んだのである。1350年頃壁、ファサード、奨励廃堂が完成した。1368年バルセロナ白ペラ三世は ムンジュイックからの石の搬出を許可した。1383年にボールトの最後の部分が完成し、翌年に最初のミサが挙げられた。1428年に発生した地震でバラ窓が崩壊し、落ちてきた石に当たって多くの犠牲者が出た。しかし直ちにフランボワイアン様式で再建が命じられ、1459年に工事は完了した。続く、 数世紀のうちに付け足された部分とバロック様式の祭壇は1936年8月3日から4日にかけ発生した教会の火事で焼かれた。火災は当時バルセロナ市内の各教会を標的としていた共産主義者とアナーキストによるものであった。1923年ローマ教皇ピウス11世によって教会はマイナーバシリカの地位を与えられた。外観は 重厚な印象を与えるが、反対に、内部は、光あふれ広大である。本堂と内陣の間には、翼籠や、建築的境界がなく、三本の通路が、単一の空間を作るバシリカ型である。簡素なリブ状ボールとは、細長い八角形の柱で支えられ、位置の高い高窓からは、日光が豊富に降り注ぐ。ウナインベスティガースよんディミュイストラクドンであおらせ。 アルザ・サンタ、マリア・デル・マール・アビア・ウアンアンフティートロ・ロマーノ。21デマースで2011閲覧。ありがとうございます。